象の花は把握性を有するマレーバクの花々は動物の器官の一つで嗅覚を司る感覚器、そして呼吸をするための呼吸器である。飲食物はじめにお湯を嗅ぐ点で口の補助的役割も務める。花は脊椎動物に見られる構造で鼻孔を囲む部分である。鼻孔は 魚類以上の脊椎動物にすべて存在するが、その部分が花としてまとまっているのは哺乳類だけである。こうした、哺乳類特有の花は、爬虫類のような顔つきをしていた祖先の上顎の先が、転用されて進化したとする説がある。一般的な哺乳類において、鼻孔は頭の前端にあり、その周囲はやや周辺とは異なった盛り上がりを見せる。これが花である。 ただし、イルカや、クジラ類は、鼻孔が、頭部背面にあり、鼻は見られない。クジラ類の鼻孔は、噴気孔とも呼ばれる通り呼吸器官に、ほぼ特化しており、嗅覚は退化している。鼻は、口の上にあり、口よりやや前に突き出し、餌を取る寸前の確認に使われる。表面は、感触器で、鼻空内は、嗅覚器としても機能する。豚やイノシシでは、 花先は地面をかき分け、餌を探すなどの役割を担っている。最も、よく花を使う動物はゾウであろう。ゾウの花は、非常に長い植えた機能であり、大量の水を吸い上げることもできれば、物を掴んで持ち上げることもできる。ゾウはこの花の機能をフルに使い、餌を食べる時の補助に花を使うこともあれば、 吸い上げた水を体にかけ、シャワーを浴びたり、逆に体を保護するために体に土を吹きつけるなど、様々な用途に使用している。手にも似た、こうした機能を持つ花はほぼ像に限られたものである。人の花は、外花と鼻空に分けられる。外花は、顔面の中央に突き出し、鼻根、鼻肺、鼻翼、鼻線の各部分からなる。 鼻根部分には長方形の扁平骨である鼻骨があり、他に鼻軟骨が構造を形成する。また、外鼻は鼻空前面の壁でもあり、外鼻孔で外界に開口している。外鼻のすぐ裏から奥の五鼻孔で咽頭につながる空間である鼻空は、中央に鼻中隔が仕切り左右に分かれている。全鼻孔から約2センチメートルほどの部分は鼻前底と、い,い、皮膚が多い。 空気を露化する鼻毛が生える部分である。鼻中隔の反対側の壁面からは、ひだが3枚あり、それぞれを、神、中、下孔光助と呼ばれる。このひだが垂れ下がることでできる通路を、神、中、下鼻道といい、孔光助と鼻中隔の間隔部は装鼻道という。孔光助で面積を稼ぐ、鼻空部分では、呼気が温められ、適度な湿気を与える上、 ほこりなどを取り除き空気を浄化する役割を持つ。上、中、カビ道は、五尾口で再び一つにまとまり、咽頭へと続く。また、鼻は、口と繋がっているほか、鼻涙管によって、目と、時間によって、耳と、それぞれ繋がっている。鼻涙管の開口部はカビ道の全部に存在し、時間の開口部は、五尾口に存在する。 鼻腔は鼻前庭を除き全体が粘膜で覆われている。上皮部分には多裂線網や微線があり、血管が多く走っている。特に外鼻腔に近い鼻中隔の前端部分には毛細血管が多く、またすぐ下には軟骨があることから傷つき鼻血を起こしやすい。この部分はキーゼルバッハブイと呼ばれる。鼻腔上部を覆う粘膜層は特に急上皮といい。 そこには吸気を持つ、吸細胞とそれを支える支持細胞があり、嗅覚を担う嗅覚器を構成する。吸気を覆う粘液に、匂い成分が溶け込むと、吸神経が刺激され、信号が古い骨を貫通する。吸神経を通って、脳の救急に到達し、大脳皮質そして、大脳変炎に届いて、匂いとして認識される。鼻腔の周りの頭蓋骨の中には、 腹鼻空という空間がある。尾空の中尾道とつながりがある前頭道、上顎道、古い骨道と、尾空の奥髪型にある腸型骨道がそれぞれあり、内側は粘膜が覆う。腹鼻空はしばしば尾空の炎症が、開口部を通じて伝わることがあり、つながりが狭いために逆に海の排出が困難となって、蓄膿症を引き起こすことがある。漢字で、元来。 嗅覚器官の花を意味する、象形文字は字であったが、この語が始まりという意味を示すようになったため、改めて嗅覚器官を指す、花の字が起こってきたものと考えられる。字の字がさらには、己を指すようになったことには、中国の文化において、花が人を形作る、始まりのものと考えられていたらしいことが推察される。現代の日本で自分を指すジェスチャーとして、 人差し指などで自分の花を指さす行為が見られるのはこの影響とも考えられる。なおこのジェスチャーは文化によっては侮辱行為になるので注意が必要である。花という和語は始まり、戦闘などを意味する。花からわかっている出花をくじくなどと形容し、下駄の花は花の形をしているからではなく先頭にあるからである。また、看護においても 物事を最初に始めた人物をビーソというなどの表現がある。漢字では花と書き分けるが、花水をも花という和語で言うことができる。日本語で花に似た鋭角に突き出た形状のものを花と呼ぶ例もある。日本語、中国語では花は高い、低いで表現するが、他の多くの言語では長い、短いで表現する。クレオパトラの花が もう少し低かったら、歴史は変わっていただろうというパスカルの、単世における言葉は、実際には、コートであり、芥川龍之介の、主樹の言葉で、花が曲がっていたらとなっているのは、これを、カーブと誤解したためと言われ、花と、長い、短いという表現との間の連想が働かなかったためではないかと考えられる。このように、人間において、 花がユーモラスに感じられたり、他方で侮辱に用いられたりする理由の仮説として、要は、人の花は他の動物に比べ、肉厚で盛り上がりすぎる点が挙げられる。これは、一説によると、人は最も寒い地域に適応した猿であって、肺へ入る空気を温める仕組みとして、長い空気通路を確保するために花が高くなったという。しかし、 花が高くなった理由として、これを男性性器の模倣であるとする考え方がある。花の大きい男性は、性器も大きいとの俗説や、天狗のお面が男性器の象徴に用いられる場合があることなど、それを心理的に裏付けるものである可能性がある。欧米では、硬化素イドの高すぎる花は、ミニキーとされる傾向があり、美容整形では花を低くする手術が主流である。 とにかく、高い、低いよりも、世界的には、鼻光が丸型ではなく、縦型であることと、正面から鼻光が見えないことと、横顔の花のラインが、ごく緩くカーブしたラインが美しい花とされている。花を突き出すことは、自己主張とみなされる傾向があり、例えば自慢げであることを、花が高い、問題に、横から介入することを、花を突っ込む。 威張っているものを打ちのめすことを、花をへし折る、等の用法がある。また不満げの様子として、花を鳴らす、勢い込んでいることを、花息が荒いと感情に直結した表現もある。また刺激臭は、花をつく匂いと言ったりするなど、花が嗅覚と関係しているために生じた表現も、存在する。犬の微紋、犬、猫、牛、馬などの微紋は、 生涯変わることがないため、個体識別に利用することができる。すべての動物の鼻に存在するわけではないものの、ある種の動物の鼻には、凹凸のある文様が存在し、これを美紋と呼ぶ。この凹凸と文様は、人の指紋と同様に一生変わらないものであるため、牛などの個体識別に用いられることがある。特に、牛の中でも、反紋を持たない種類において重宝され、 例えば和牛の登録にも利用されている。なお、持ち主が牛の実戒に持ち主ごとに異なる形状の切れ込みを入れることで個体識別をする文化もある。しかし、この切れ込みは当然ながら牛が生まれながらに持っているものではない。対して、美紋は牛が生まれながらに持っているものなので、美紋を用いた識別法は牛の性得的特徴を利用した方法と言える。 ありがとうございます。